私の名前は肉の工事肉よ。新宿で夜の蝶をしながら、昼間は金融機関で経験を積んだキャリアガール。今宵も悩める OL さんを救っちゃいます。ウィズオンラインをご覧になっているお仕事女子の皆様、お疲れ様です。ニューレディの肉の工事肉よです。本日もウィズ編集部に寄せられたお金の相談に回答していきたいと思います。よろしく。クレジットカードの滞納における影響についてご相談です。カードの支払いが遅れて督促の電話や DM も来ていたのですが、残高不足になっていると気づかずスルーしていて1ヶ月以上経ってしまい、慌てて支払いました。その後新しく別のクレカを作ろうとした際に審査が通らず、これって信用問題に傷がついているのでしょうか。私はもうローンも組めないのでしょうか。私は総合商社の一般職ですが、審査も通らないなんてプライドも傷つきました。支払いが遅れた自分が悪いのは分かっているんですが、もう絶対に支払い遅れのないようにするのにカードが作れないなんて腹が立っちゃいます。こんな風に思うのは私が社会不適合者だからでしょうか。いろいろ不安で助けていただきたいです。東京都絶品味噌汁さん、26歳の方からのご相談でした。私の中でね、お味噌汁を強く勧められる方といえば藤原のりかさんです。美にねストイックなのりかさんは、発酵食品中でもね手軽に摂取できるお味噌汁というのをよく勧めていて、ブログなんかでもねたびたび登場してきます。お味噌汁は私もよく作ります。最近はね、私はお豆腐を使ったお味噌汁が特に好きで、お豆腐ってほら、大豆イソフラボンがいろいろいいんでしょね。お味噌汁はね、体にいいっていうことなんで、罪悪感がね、あんまりないので、ついつい作りすぎちゃうんですよね。もう鍋いっぱい作っちゃいます。でもね、なんか味噌汁ってなんか取っておくと結構簡単に腐ったりするから、全部一気に飲んでしまって、塩分の取りすぎでね、たまにね、顔がむくんだりします。絶品味噌汁さんも、すごくお味噌汁大量消費して、むくんじゃうタイプかな？ん？ん？そんなね、藤原のりかさんにかもしれない意識の高さをお持ちの絶品味噌汁さんなんですけども、銀行口座の残高不足に気がつかず、クレジットカードの督促を放置していたら、新しいクレジットカードの審査が通らなくて、どうしようかなっていうことですよね。これはね、絶品味噌汁さんの想像している通り、信用情報に傷がついたからです。しまったなっていう感じですね。個人間の貸し借りでも滞納というのは嫌がられるのに、絶品味噌汁さんは法人相手に滞納をしたのです。クレジットカード会社もね、慈善事業ではないので、契約違反する人の情報というのは協会を作って共有をしています。そしてその情報は契約期間中及び契約終了後5年間くらい信用情報機関に登録をされます。もしね、気になるようでしたら、クレジットカード会社が加入している信用情報機関、そこに情報開示を請求すると直接確認することもできるようなので、やってみてください。救いとしてはね、一定期間で記録が消えるということになります。一生カードを作れなかったり、お金を借りられないということはありません。安心してください。ただ、社会人何年目かはわかりませんが、こんな基本中の基本の情報を知らなかったなんて、ちょっと驚きです。例えばね、1万円の商品を買う場合、カードの加入者はクレジットカードがあれば、その場で現金を用意することなく、クレジットカード会社との信用をもとに後払いでお買い物ができます。後払いをね、一括で払うと通常は手数料はかからないんですけども、リボ払いや分割払いにするとカード会社に対して利息が発生します。またね、カード会社を通じて買うと
買い物内容にも保証とか特典なんかがついてくるので、その手数料として年会費を支払うというケースも多いです。カードのね、加盟店の方なんですけども、お客さんが手持ちの現金がなくても買い物ができるので、チャンスを逃さずに売り上げを獲得することができます。またね、カード会社からは振り込みで直接口座に入金がされるので、現金を取り扱うリスクというのが減ります。その代わりに加盟店は決済手数料として決済金額の一定比率をカード会社に支払うことになります。つまりカード会社は加入者からは年会費やリボ、分割の利息をもらい、加盟店からは決済手数料をもらって利益を上げているのです。カード会社は加入者の代わりに買い物代金を立て替えて加盟店に支払っているので、約束の期限に加入者から入金がないと資金繰りに困ってしまいます。カード会社の資金繰りが悪くなって経営がうまくいかなくなると、他のカード加入者にも迷惑がかかってしまうかもしれませんよね。だからそうならないように、期限までの支払いというのは絶対なんです。そのためにカード会社は協会を作って支払いに関する信用情報を共有しているんです。こんなね、女装に言われたくないかもしれませんが、社会人として当たり前のことをできなかったんですが、当然ペナルティというのはあります。当分はね、冷や飯を食うつもりで反省してください。またね、信用情報は銀行にも共有をされるので、ローンもしばらくは厳しいでしょう。今回ね、絶品味噌汁さんは痛い思いをしました。痛い思いをした人はね、その分ね、学びがあります。今回のことをね、教訓に今後の人生では特にお金周りの信用を積み重ねるということを大事に生活をしていきましょう。金融っていうのは文字通りお金を余ったところから足りないところへ利息や手数料などを取って融通をするっていう機能のことなんです。だからお金を融通するにはきちんとしたルールというのが必要となってきます。絶品味噌汁さんは今回のことで金融リテラシーについて意識が高まったと思うので、今後はそういった知識を周りのね、若い人たちに教えてあげてください。失敗をね、しっかり教訓として生かすと、人生ってどんどん素敵になっていくんですね。だからしっかり教訓にして、美味しいね、お味噌汁をね、たくさん飲んで元気出して頑張ってくださいね。はい、よろしかったらこれからもチェックをしてください。高評価ボタンを押してくださったら嬉しさのあまり、所詮は町や育ち、お末上がりの浅ましさじゃのう、おたま、おーたーまーと、大奥花の乱第9話の継承院に対する藤原紀香さんが演じる信子のセリフを再現してしまうかもしれません。この紀香さん、ほっと素晴らしいんです。ぜひ全国民にね、この素晴らしいイケズを体感してほしい。皆様からのお金に関するご相談もお待ちしております。回答するときのヒントになるので、お住まいの地域とペンネームと年齢の情報なんかがあると大変助かります。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。